やっぱり人暴れしてやっつけるしかないよね。待て、スーパーキャットストライプ。うわー、ブレイブキャットボーイから逃げられるやつはいない。そうはさせないから。おい、おとなしくしろ。僕が月光パワーで手伝うよ。いい、一人でできる。本当に？本当。見てろ、ブレイブキャットボーイがいたずらニンジャリーノ。うわねえ見てよ、あれなんだろう。ベタベタの雲を作ってるんだよ、トカゲ坊や。世界最大のベタベタ手裏剣ができる。見てみろ、雲を捕まえ全部この機械の中に入れるんだ。それから山のベタベタをたっぷり加える。それが作戦？はっ、この僕がたちまちやっつけてやる。そんなこと言ってられるか。町中にベタベタの雨が降るんだぞ。明日の天気はどうだ、ニンジャリーノ。そう、ベタベタ。じゃあ明後日は？その次の日は？もういい、よくわかった。力をアピールしたいのは一人だけじゃないみたい。それってどういう意味？リーダーだから指揮してるだけだよ。僕たちも手伝っていいでしょ。アウリー船長は空を守るものだし。月光のパワーは忍者と戦う時に役に立つよ。うん、そのパワー今使えるかも。あの機械にね。僕はただの猫じゃない、ブレイブキャットボーイだ。スーパーキャットジャンプ。キャットボーイダメ。大丈夫、僕が忍者たちをベタベタにしてやる。うわ、なんなのこれ。こうやってすぐ怒っちゃうんだよ。だから山で賢い師匠と修行する、僕とかね。そうすれば謎の山で落ち着きを学べるよ。よし、やろうぜ。うわ、魔法の入り口だ。弟子を落ち着け、これが君の旅の第一歩。今の動きかっこよかったぞ、キャットボーイ師匠。ありがとう。うわ、ここってほんと静かだ。そうだろ、山のてっぺんまで行けば君の心も静かになる。そんじゃ上まで競争な。でも何回か上まで行ってるけど別に何も感じなかったよね。それが不思議なとこ、賢い師匠にしかわからない。さあ落ち着きに行こう。へえ、落ち着きに行くって？あの間抜けな岩みたいなやつはそのために僕の山に来たのか。手荒く歓迎してやろう。さてどうする？ベタベタ。もっと言え、ベタベタ手裏剣は忍者のスーパースターの証なんだ。ベタベタベタ。よし、でも僕のアイデアってことで。はいや。師匠、あれって静かな山の鳥？違う、うるさい忍者の手裏剣。うん、忍者め。あれをやるのかもね。臭いゴミの中で転がり回る。ねえ本気なの、ハウラ。やっほー。オーケー、これで狼になれたかな。変身してない。見て、黄色い毛が生えてきたよ。終わりだ、狼だ。その子を返せ。私たちの仲間だよ。キャットボーイ、後ろに回ってラフルズを助けて。了解、スーパーキャットスピード。ねえオオカミ、パジャマスクのパワーを見てみたい？ふん、オオカミのパワーの方がずっと上だね。ねえ
ラッフルズ、来て。さあ、足を動かすんだ。ちょっと、止まって。遠吠えで吹き飛ばそう。その前に僕がお前たちを倒す。こんなことになるなんて、だから犬は嫌なんだ。スーパーリザードグリップ、スーパーアウルストーム。やられちゃった。どこか別の場所で狼になろう。ハウラ、行くよ。触らないで月光。ゴミに？だけどこのままにしといたら臭いでしょ。違う、毛のついた手裏剣。狼団の毛だとしたら、そう、そのせいで忍者リーノが変身したのかも。狼忍者に。ダメよ、狼忍者おもちゃじゃないの。やめなさい。ちょっと、その子に手を出さないでよ。私たちの仲間なの。すぐ僕の仲間に戻る。マービンにこんなことして許さないからな。忍者フィンガーだ、忍者リーノ。狼忍者がかっこいいって、そんなの関係ない。黙って僕に従え、忍者ポップアップ。ふっはいやふっはっにゃになって裏切る気か。大切なものを捨てることになる。忍者のパワーもご主人様も。おや、そこにいるのはいい子選手権なら優勝間違いなしの二人組じゃないか。どういうつもりだ、ロミオ。クリスマスをめちゃくちゃにする。でも、なんで？サンタが一度も僕に欲しいものをくれなかったからだ。これからもやらないぞ、ロミオ。欲しいものはこの世界だけだ。欲張りっていうのか？いいか、ロミオ。いい子リストに名前が載ったら特別なプレゼントを必ずあげよう。それまではお預けだよ。そんなのつまんない。まあいい。お前を捕まえたからクリスマスは僕のものだ。ロボット、僕をそれに乗せろ。できなくり。ロボット、聞こえないのか？いつもきれい。あ、お、すみません、ご主人様。すぐにそれに乗せます。あ、おい、待て。これは何だ？サンタのいい子と悪い子のリストか。悪い子リストには誰がいるかな。悪い子、ルナガール、ナイト忍者、ロミオ。何？僕はあの二人を足したよりも悪い子だぞ。よく来て、サンタ。クリスマスプレゼントに世界を征服させろ。断る。そんなけしからん願いなど。そういうんなら仕方がない。ロボット、悪い子ビームを起動しろ。あれとそっくりなのが町のツリーの飾りを盗んだんだ。そんな、私のクリスマスツリーが。僕が悪い子ボットをたくさん町に放てば、飾りも靴下も一つ残らずなくなるんだ。
ちで悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに、アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ、ゲッコー、ヤー。コラーはネコに、キャットボーイ。あの彗星が基地にパワーを送ってるのかも。え、見に行く？月よりも遠いんだよ。地図がないと無理じゃない？パジャロボが地図を作ってくれたみたい。町をほっといて出かけるわけにいかないでしょ。悪者がいないか確かめなくちゃ。ロミオがロボットの修理をしてるんだ。他に悪者はいないみたい。パジャロボの任務？うん、そういうことかな。すごく大事な任務だよ。私たちのパワーも基地から来てるの。だからもし基地がパワーアップすれば、僕たちもね。パジャロボ、宇宙へ行こう。パジャロボ、アウルグライダーの修理はうまくいってる？ああ、パジャロボのせいじゃないよ。ロミオはどこ？なんだろう。キャットカーで行こう。どうしたの、パジャマスク？渋滞にはまっちゃった？ルナと仲間のガだ。ルナとパワーアップした光るガって言ったよね。ルナたちが信号やライトを壊したんだ。すぐにやめろ、ルナ。いいよ。え？ただの練習だし。何の練習？飛ぶ練習かな、アウレット。何？わぁ！わぁ！ロミオ、お返しするから。私もガカ、僕の素晴らしいマシンにかないっこないね。余計なことしないで、僕たちがやる。そうだね、ロミオの気を引く。上手に飛べないの、ロミオ。飛べないのはお前だろ。僕は大空の悪者なんだ。やったね、ジェットパックが故障した。ルナと手を組んだの？ロミオが虫をばらまくのを止めなきゃ。いいじゃない、ちょっと楽しんでるだけ。僕たちヒーローだよ。いつも正しいことをするんだ。だからしてるでしょ。悪いのはロミオなの。見て、ロミオが。どうだ、邪魔なガード、も僕の冷凍ビームに勝てるかな。スーパーゲッコーパー！諦めろ、パジャマッチョ。お前たちの先生は自分から忍者になった。どこ行っとんの？探してこい。私たちも探そう。明日学校があるしね。アウレット、探さない方が良くない？先生がすごく悪い忍者なら。そんなこと絶対あるわけないよ。1年生から担任でしょ。行こう。
っぱりなんだか忍者っぽいよね。先生の心は変わってないかも。先生、昼間のことを覚えてる？忍者の不意打ち！作戦成功！作戦？お前たちをここに永遠に閉じ込める作戦だ。どうせ聞かないだろ？じっとしてろって、言ったとしても。あ、そうだよ。だからとても素晴らしい先生を使ってここにおびき寄せたんだ。先生を利用したの？そう、本人は知らないけど。おい、ミニ忍者リーノ。先生のクマちゃんだよ。ただのロボットだし、ただのロボット、ただのロボット、ただのロボット。パジャマ、このボールにはかないっこないんだよ。スーパーキャットストライプ。離さないでキャットボーイ。そっちの気分は知らないが、僕は飛び跳ねたい気分だ。笑えないね。アルウィズウィザースーパー月光シールド。みんな、パジャロボが答えないよ。黙ってるなんて変だよね。基地で何かあったのかも。すぐ見に行こう。二人でパジャロボを見てきて。僕はロミオの相手をする。おーい、こっちだよ。役に立たないし。パジャマトカゲはどうしてあんなパワーを持ってるんだ？探ってこい。おい待て、本当か？ベタベタネチョスペシャルを食べたんだな。どうやって？天才に任せろ。今考え中だ。作戦を思いついたぞ。決まりだね。ライオネルも仲間さ、立派なヒーローだ。いいけど、でもライオネルがパワーを手に入れたのが謎の山に行った次の日って気にならない？偶然じゃなさそう。まあね、でも細かいことはいいよ。この新しいパワーすごいだろ。パジャライオネルって名前もかっこいいし。でも本当の任務には連れていけない。踏みつぶされたら大変だよ。話もできないでしょ。でも離れたとこからバスでも動かせるんだよ。でしょライオネル。いなくなった。
近くにいるよ。信じてたんだよ、ルナのこと。悪かった。でも月の城に行かなきゃ。大変だ、飛び立った。おじゃマスクはみんな追い払ったはずだよ。待ってて、今行く。騙されたりしてごめんね。謝るのはルナの方だ。友達のおかげだ。でも友達がどんなものかわからないだろう。だよねルナ。もうすぐ月に到着するよルナ。シートベルト。わかったわかった、いちいちうるさいよ。だけどね、今こそヒーローになろう。あの光は何？小惑星の群れ。待って、アウレット。助けて。いいぞ、その印のところにドラゴンのドラを置くんだ。はっ、よし、いいか、印の上にぴったり下ろせ。もうちょっと左だ。いや、もうちょっと右。よし、完璧だ。さあ、ドラゴンをドラから呼び出すぞ。ドラゴンはいないみたい。うん、ドラのバチはドラゴンの爪でしっかり押さえてある。ドラゴンは出てきてないよ。じゃあ大きな岩が転がってきたり、ベタベタが地面から吹き出したのはなぜ？なんだか怖いよね。ドラを取り返して急いで帰ろう。言うことを聞かないこのドラめ、バチをよこせ。もちろんだ、ちゃんと説明を読めばいいって言うんだろ。わかってるよ。そうだ、ミニ忍者リーノ、特別にやらせてやろう。やったぞ、ドラゴンを呼び出してこの扉を開け、謎の山の秘密を全部盗むんだ。ああ、その通り。そして僕は史上最強のすごい忍者になる。今何時だ、忍者リーノ？ああ、ドラゴンの時間だろ。ちょっと待った、ナイト忍者。なんだと？もう遅いぞ、パジャノロマスク。ドラを撃ったらおしまいだよ。僕が行く。キャットストライプ。コラーは猫に。キャットボーイ。が流れてる。キャットイヤーで聞こえるんだ。ラッフルズが歌ったのと同じ。ラララララ。キャットボーイ？ねえ大丈夫？どうしたの？ロミオくん大好き。早く他の曲を聴かせよう。
なっちゃったの？何かに頭を乗っ取られた？誰かにかもね。ロミオだよ。音楽を使って相手の心を操ろうとしてるんだ。で、チューブで吸い込む。ロボット、何遊んでるんだ。その犬はペットじゃない、作戦で使う大事な道具だ。あ、でもすごく可愛いですよ。何、大きな声で言え、ポリキカン。耳栓をしてるんだぞ、忘れたか。ロミオのメロディーが聞こえないようにですよね。忘れてました。何話してた。ああ、作戦のことだったな。もっと動物がいる。犬は捕まえた。あと猫、鳥、次はあのモサモサの友達か。ロボット、新しいボランティアのために場所を空けておいいな、海賊ども、早く作れ。この運河はすぐに我ら海賊忍者のものになる。海賊船に乗るのは最高の気分だ。海のそよ風が忍者の顔を撫でていく。ここが臭い運河なのはよくわかってるって。町の運河は悪い海賊のいる場所じゃないよ。ヨンハー、運河は僕のものだ。勝手に通ることは許さないからな。撃て。ついてくよ。違う、アウリー船長。無理しなくていいよ。後ろに下がって船から落ちた忍者を捕まえて。さあ行くよ、アウリー忍者。おい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 、おい、何やってんだい相棒。広い海を走るよ、歌声響かせ、ヘイヘイヘイ。悪い忍者を倒す、僕らは強い海賊さ。歌ができたよ。あ、待て。何をするつもりだろう。アルマジランの訓練で君たちみたいなヒーローになれるんだよ。僕平気。この俺がアルマリーダー。奴らはオオカミジランだ。オオカミって人の言うこと聞くの？リップとハウラーは最初嫌がったんだ。でも僕がやろうって。最高のオオカミジランにしてやる。お前らも手伝え。悪者の役をやるんだ。俺の町を救え乗り切り訓練だ。そんなことしたら猫もびっくりの騒ぎが起こるよ。大丈夫、アルマジランはいいやつだ。ケビンも悪くないよ。信用できない。月光のことは信じてる。分かった、やろう。狼団を見張ってられるし。ルナガールとナイト忍者やって。僕はロミオだ。世界を征服するぞ。よし、位置につけ。まずなんて言う。我ら狼ジラン、逃がさないぞ。覚悟しろ、悪者。邪魔だ、あっち行け。ここは私のものだよ。弱い狼が強い忍者にかなうわけがない。なんだか楽しいね。よし、オオカミジラン、縛っとけ。ちょっと、やだ、やめてよ。ベタベタロープ、謎の山に行って見つけたんだ。もっと悪者を捕まえよう。オオカミの正義を見せてやる。ねえ、パジャマスクはどうするの？大丈夫かどうか確かめた方がいいかも。かもじゃなくて、すぐにほどいてよ。それじゃあな、
ぞ、ときみくんが。やっぱりだね。証拠を見つけられる前に逃げてった。氷マシン取り上げて他の発明品と一緒に基地にしまっておかなきゃ。バレなかったね。ああだな、ケビン。氷マシンは俺たちが持ってる。ロミオじゃないんだ。あ、わあ、骨のつららだ。おいしい。あの鳥を見てたら面白いことを思いついた。ご主人様はやってません。嘘じゃないかも。掃除道具を取りに行った時に氷マシンを盗まれたって話。そう、僕も本当な気がする。違うよ、氷を使って街を攻撃する気なの。前の時を忘れた。バジャロボ、バジャマスクを探してるんだけど、どこにいる？見て、手がかりがあったよ。トランクがすごく大きいんだね。ああ、よし行くぜ。ワンワン、はあ、フクロウさんは信じてくれません。ち、僕にいい考えがある。見てろよ。ああ、元気にしてる？何かあったのか？山に侵入者が？わかった、すぐ調べよう。ビビったんじゃないぞ。そうとも、今のは反射神経を試したんだ。本当にここで間違いないのか？この洞窟に変身のベタベタがある？やめろって。よし、決めた。僕はここで見張りをしている。お前は中を調べろ。よろしく。しまった、あのおかしなドラゴンガールだ。あいつとは二度と会いたくないからな。すぐに姿を隠すぞ。危ないところだ。よし、怖がらずに入ろう。暗くて不気味な洞窟の中へ。ナイト忍者の気配はなし。キャットイヤー、あっちだ。どう思う、大きいの？僕たち二人最高のコンビになれそうだ。謎の山にある秘密を全部二人で見つけ出すんだ。そして僕は史上最高の忍者になる。ふっひはっ。そうとも、うまくいけばおかしなドラゴンガールも始末できる。二度と邪魔させないぞ。何か気に障ったのか？わかったわかった。それじゃあ、まぬけなパジャマスクを代わりにやっつけよう。もう一回？自分にうっとりしてるのか？おい、ミニ忍者リーノ、何をやってる？おかしな真似はすぐにやめろ。逃げろ。
あそこだよ。モンスターはナイト忍者の敵になったみたいだね。行こう、さあ早く。って逃げ出した。あんなベタベタで僕たちを止められると思ったら大間違いだ。アンユーが助けてくれたって言わないの？ナイト忍者には内緒。そうだね、それがいいかも。うわ、クライボットを味方にしちゃった。かっこよくて賢くてとってもパジャロボらしいね。ロミオ全然気がついてない。きっとびっくりしちゃうよね。工場を自由にできる。これでロミオを止められるよ。1、完璧な作戦を考える。2、完璧に準備する。3、工場を完璧な位置につける。4、世界征服を果たす。完璧だ。ロミオの作戦を開始するぞ。フライボット、攻撃準備だ。おい、フライボット、言っただろ、攻撃準備だ。フライボット、うわあ、ロボット、フライボットがおかしい。どうなってる？フライボット、やめろ。うわあ、そんな風にプログラムした覚えはないぞ。僕はやってない。面白かったよ、パジャロボ。次は何をするの？ロボットパーティー。フライボットたちがパーティーで遊んでたらロミオは悪いことができないよね。空飛ぶ工場を楽しい遊び場に変えるんだ。何が起こるのかすごくワクワクする。ねえパジャロボ、ちょっとこれ見て。何か起きてそうだけど大丈夫？はいや、ふはいや、ふいや。やった！嵐の杖の嵐パワーがこれでついに最大になった。これを見ろ。僕かっこいい。ナイト忍者、そんなおかしな風はすぐに止めてやる。へえ、できるのか、おじゃマスク。僕の力で嵐を起こせるんだ。ただいま高度 3000m で飛行中。ナイト忍者航空のご利用ありがとうございます。誰だ？うん、アンユー、あのね、ナイト忍者が山を攻撃しようとしてるからちょっと来てみたの。助けが必要ならパジャマスクが悪を倒し、うわあ、本当はね、助けてほしいんだ。中に入ってもいい？塔に入れるのはドラゴンマスターだけ。大昔から決まっている。でも困った時はどうぞ。ありがとう。すぐに帰るから。目にも止まらない速さでね。この塔がそんなに好きだって言うんなら中にいるがいい、永遠に。トントン、どなたです？風だ。分かってるよ、僕って面白い。
か追いかけてきてる。ロミオだよ。サンタさんのプレゼントを盗んでる。どうしよう、クリスマスがめちゃくちゃだ。ロミオを止めなきゃ。ちょっと待って、作戦を立てよう。僕がプレゼントを追いかける。君たちはアウルグライダーに乗ってサンタさんを守って。行こう、アウレット。うん、分かった。バジャロボン、サンタさんのことを見ててくれる？うん、任せて。了解。頑張って、キャットボーイ。君たちもさあ、クリスマスを救うぞ。工場名、次々プレゼントを盗んでる。今すぐにやめさせなきゃ。スーパーキャットジャンプ。プレゼントはちゃんと全部持ち主に渡すからね。メリークリスマス。クリスマスは与えるものでしょ。サンタさん、サンタさん、サンタさん。ルナガールを捕まえよう。知らないけど、悪巧みは絶対成功しない。へえ、そうかしらね。ルナガールの蚊が月のクリスタルを取ったっていうの？どうして？基地にあったでしょ。もうないよ、見て。どうしよう、このままじゃ大変だよ。ここでおじゃマスクの相手をして、私は、そう、一緒に来て。私たちは月に行く。目指すは私の月の城だ。待ってるよ、おじゃマスク。わっはっは。待ってるってどういうこと？わからない。でもすぐ追いかけよう。クリスタルは渡せない。パジャロボ。パジャロボのせいじゃないってば。そう、ルナガールが悪いことをしてるんだ。さあ来て、クリスタルを取り返すのを手伝ってね。それじゃあロケット発射準備。ああ、楽しい我が家。そうよ、すぐそうなる。全部私好みにするの。ビームを止めればあいつは宇宙に取り残される。バイバイ、キャットボーイ。どうしよう。キャットボーイ、ねえ聞こえる？キャットボーイ。ああ、ビームが消える前に月へ行かなきゃ。やっぱり3人一緒の方が良かったのかも。パジャロボン、やった！
バジャロボ、ギリギリだったね、ほんと。ここで僕の合図を待ってて、いい？アウレット、ゲッコ、ねえ聞こえる？今お城のすぐ外にいる。早く出ておいで。ね、パーティーしよう。ん？ううん、僕は